はアルバエリューの代表の竹内明日香さんのお話を聞きに来ました。竹内明日香さんは全ての子供に話す力をこの本の著者でもあります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは竹内さんの自己紹介とアルバエリューの話をちょっとしていただけますか。はい、竹内明日香と申します。文京区には、お台前からすごいですよねいうかお台前ですか。大変初めて知りました。深い何時代江戸時代すごいじゃあ根っからの文京区ですね。そうなんです、はい、で、文京区にですね住んで、子どもたちも公立小学校に行ってそちらで PTA をしたり、あとはオーケストラを作ったり、このアルバイデューという活動で幼稚園から大学まで28公演で、授業をさせていただいたりっていう形で、文京区の教育に、大変足をズブズブと踏み込んでいるものでございます。アルバイではですね、子どもたちが、堂々ハキハキと自分の意見を言えるようにということで、先生方に継承したり、あとはモデル授業ということで、モデルになるような授業を出前をしたり、あるいは教材を提供したりっていうことを通じて、子どもたちのね、その自己肯定感を育みながら話すことが苦じゃなくなるようにっていうような、そんな活動をしています。竹内さんは文京区だけじゃなく、いろんな自治体に行ってこの話し方の講座をやってると聞いてるんですけど、自治体によって違いますか？はい、今年度は全部で11自治体入っています、うん、北陸3県ですとか埼玉3市、うん、千葉とかね、長野とかいろんなところに全国行ってるんですね。はい、で文京区の子たちはですね、やはり学力がとても高くて、自己効力感、なんか自分でできるかもって思う子も多いです。で、その反面ですね、なんかこう正解を探ってしまう。この本に書いたのはまさに文京区の子どもたちについてなんですけど、なんか何を言ってもいいんだよ、自分の好きなことを語ろうって言っても、何って言ったらいいですか、正解は何ですかって、それでなってしまうと。で、それがもったいないなと思って、この活動をもっと進化させましたし、はい、この本 もうそういう子たちの、保護者の方とか、あるいは周りの大人ですね、はい、保護者のみならず地域の大人がどうやってその子たちをほぐしてもっとこう戦力にできるかっていう、ね、思いで活動しています。授業を受けた前と後で子どもたちってどんな風に変わってるんですか？子どもたちはもちろんその話すことが苦手ではなくなったっていう子たちが増えるんですね、はい、文京区立文林中学校は7回の授業の結果、学力、一般の教科の学力も上がりましたね。すごい。今まさに効果測定を大学の先生方が進めているんですけれども、はいはい、そこで出てきた結果としては、はい、何か自分ができるかもとかですね、あるいは自分が世の中のために役に立ちたいとか、そういった感情がこう芽生えていく、私たち自己効力感と呼んでるんですけど、自己効力感ですか、何かできるかもっていうところなんですね。でそれはなぜかっていうと、授業の中で繰り返し繰り返し、世の中は変えられる、そのためにプレゼンがある、世の中は変えられる、そのためにプレゼンはあるんですね。その言葉を繰り返し伝えていくんです、はい、で世の中はなんかね、うん、変な言い出しっぺがいて、でもその人がなんかこう自分が熱い気持ちを語っているうちに周りの人が巻き込まれて、そうやって少しずつ世の中が良くなってきてるんだよって、だからね、恥ずかしがらずに言い出しっぺになってねっていうことを伝えて、言い出しっぺになれないですよね。いや私もそうですけど、やっぱり最初に声を上げるとか難しいし、これを言ったら周りに何と思われるかなっていうのが常に結構気になってしまって、この本の中でも竹内さんは確か海外で子供の頃お過ごしになって、そこでは全然平気だったのに、日本に戻ってきたら、なかなか自分の意見が言えなくなってしまったっていうお話があるんですよ。そうなんですよね。自己主張するとやっぱり出る杭が打たれるというかですね、はい、なんかこう周りの同調圧力というのか、ね、周りに合わせておいた方がいいんじゃないかとか、前例踏襲しておいた方がいいんじゃないかとかっていう、そのね、なんかこの空気感で、はい、
動いている。でもそれってとっても危険で、自分の意見をきちんと持たないと、もしかしたら何かもっと強いパワーが決めた時にもそこに流されちゃう可能性もあるわけですよね。そうですね。ですからやっぱりそれはもう最後の一人になっても反対できる、あるいはもっとこっちの方がいいかもっていう、その最初の言い出しっぺになれる、そういうことってとっても大事なんだよっていうことをね、なかなかなれないですよ、それは。ね、ゲウツさんの授業を1時間、45分、1時間ですかね、受けただけで子どもたちが変わる、そのポイント、ちょっとしたポイントを教えてくれますか？そうですね。はい、最初に世の中がね、どうやって変わってきたのかっていう話をしながら、次にこうプレゼンのコツを伝えるんです、はい、で考える、伝える、見せる、この3ステップで積み上げていくと、考える、伝える、見せる、ね、はい、で例えばパワポの作り方、そのデザインとか絵が苦手でもいいし、あの大きな声が出ない、それだったら発声練習をすればいいしって、これももちろん大事なんだけれども、一番大事なのはこの一番土台になる考える力なんだよ、うん、でそれは別にね、誰かがそれが正しいとか、うん、置いとくとなんかウケるかなとかではなくて、でも自分がね、これがね好きなんだって、そういう強い思いを伝えてもらえばいいんだよっていう話をするんですよね。でそうするとなんか子供たちって妙にこう力が湧いてくるというか、あ、じゃあなんか何でもいいんだったらこんなことを言っていいんですか、うん、あ、それも素敵だから言っちゃう、言っちゃおうみたいなことをね言っていくと、だんだんみんなこう、ね、メラメラと楽しそうになっていって、うん、で授業の最後には、うん、なんかみんなキラキラと、そうだよね、みんなこう何かしたいとか、そういう心の中の思いっていうのはきっとあると思うんですよ。それをこう表現していいんだ、表現するんだってことをきちんと考えることで教えるっていうのが大事ですね。せっかくいいもの持ってても、うん、その本当最後の伝える力がないがために、うん、それが全く生かされずに存在してないのと同じになってしまうっていう状況を、私はビジネスの現場でたくさん見てきたんですね、はい、だからこう次世代を担うね、子どもたち、若者たちにはそこをなんとかこう復活してグッと上がってもらうんですよ、ラストワンマイルをね、キュッと縮めてね、はい、そうですね、子どもたちが夢をつかむためにも、自分で、自分の心で、自分の声で、言葉で自分のことを表現していく力をぜひつけてもらいたいと思うので、竹内さんには今回あの文京区も全ての小中学校にタブレットを導入させていただいたんですが、その導入の時に先生方へのコースというか、先生方へタブレットでのデジタル教育の指導をしていただいたかと思うんですけど、今どうですかね、文京区。まあ最初はもうズーム一つやるのにも結構大変だったんですが、うん、あっという間に先生方を使いこなしておられて、うん、そして何よりやっぱり子どもたちが早いんでね。そうですね。文京区のタブレットというかデジタル教育でちょっと課題に感じたことってですか？そうですね。電源を入れてからで、ね、レスポンスがちょっと遅い機種が入ってしまっているのと、はい、あとはあの、まあ、教材を置いてくるっていうことを、うん、まあ、ノートを置いてくるっていうことがまだちょっと徹底されていないので、はいはい、全部背負ってランドセルがものすごく重いですね。すごい重いっていうのは子供たちに今会うたびに言われます。デジタル教材の導入もそうですしね、うん、あとはそのメリハリをつけて、はい、アナログで対応できるものはしていくとか、うん、そこがうまくこうあの調整できると、もう少し子どもたちの、ね、背骨も曲がらなくて済むかな、うん、ね、これからやっぱりせっかくタブレット導入されたので、そのタブレットのリニューアルもそうですけど、やっぱり電子教科書をね、もっと取り入れて、子供たちがまあ教科書を重いのを持って歩かなくていいような形に私も推薦していければいいなと思うので、ぜひまたします。その時もいろいろアドバイスよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。本当にいろいろありがとうございました。文京区教育委員会では、自分で考え自分の言葉で表現できるようにプレゼンテーション向上事業などを行っています。また令和3年度には全ての小中学生にタブレットを導入しました。海老沢は今後は電子教科書の導入を進めていくべきと要望しています。子どもたちのためにこれからも頑張ってまいります。